過月間のプロジェクトのパートズプログラムエヴァリュエーションレビューテクニックとはプロジェクトマネジメントのモデルの一種でありプロジェクトの完遂までに必要なタスクを分析する手法であるプロジェクトエヴァリュエーションレビューテクニックともパートは対象とするプロジェクトの完遂に必要なタスクを分析する手法であり特に各タスク完了に必要な時間を分析し プロジェクト全体を完了させるのに必要な最小時間を特定する。このモデルは、ブーズ・アレン・ハミルトンが1958年、アメリカ国防総省 US ネイビースペシャルプロジェクツオフィスからの委託の一環で、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルプロジェクトの一部として発明したものである。このプロジェクトは、スプートニックショックへの直接的な反応の一つであった。 アメリカ政府の一部の契約ではパートを管理手法の一つとすることが義務付けられた。パートは主に大規模で複雑なプロジェクトの計画立案とスケジューリングを単純化するために開発された。全作業の正確な詳細と期間が不明であっても不確実性を含んだままプロジェクトのスケジューリングが可能になっている。開始。 終了思考というよりもイベント思考の技法と言うべきであり、コストよりも時間が主要な要因となる研究開発プロジェクトに向いている。このプロジェクトモデルは、フォーディズムと科学的管理法で確立された科学的管理の延長線上にある。パートとほぼ同じ頃、デュポンでクリティカルパス法を考案している。パートの最も特徴的な図として、パート図がある。 これは、線表を矢印で、相互接続した図である。パートは、非常に、大規模で一度限りの文切り型でない複雑な、プロジェクトに向いている。プロジェクトのスケジューリングの、第一歩は、プロジェクトに必要なタスクを洗い出し、それらの完了順序を決定することである。順序が容易に決められるタスクもあれば、難しいタスクもある。さらに、 所要時間には通常時の見積もりをする。あるタスクを実行するための時間は、実際には必要に迫られて短縮されることが多い。以下の例では、A から G までの7つのタスクを考える。一部のタスクは同時に実施できるが、他は先行タスクが完了するまで実施できない。さらに、それぞれのタスクには3種類の見積もり時間がある。楽観的見積もり時間。 採方見積もり時間、または、正常見積もり時間、悲観的見積もり時間である。期待時間は、6という式で計算する。次に、ガントチャートか、ネットワーク図を描く。ネットワーク図は、人間が描くこともできるし、作図ソフトウェアで描くこともできる。ネットワーク図には、矢印を作業とする図と、濃度を作業とする図との2種類がある。日本では、 説明にはよく前者を用いていて、その図をアローダイアグラムと呼んでいる。この方が時刻の重複がないので手間が少なくなる。しかし、濃度を作業とする図の方が作成と理解が容易なので、ここではそういう図を作成する。まず、スタートと名付けた濃度から作図を開始する。この作業にかかる時間はゼロである。 次に先行作業のない作業を描き、ノードスタートからそれらに矢印を描く。C と D の先行作業は A なので、これらのノードを描き、A から矢印を引く。E の先行作業は B と C となっているので、ノード E を描いて B と C から矢印を引く。作業 F の先行作業は D なので、そのように節と矢印を描く。同様に E から G へ矢印を描く。 F と G の後には、作業がないので、ノードフィニッシュを描いて、F および G から矢印を引けばよい。このようにして描いたネットワーク図は、ガンとチャートに比較して情報が多いわけではない。しかし、この図に表示する情報を追加することができる。一般に、以下のような情報が書き込まれる。作業名、期待時間もはや開始時刻もはや、 完了時刻はもはや結合点時刻最遅開始時刻、最遅完了時刻は最遅結合点時刻、スラックこれらの値を決定するため、作業とその標準見積もり時間は分かっているものとする。まず、ES と EF を決定する。ES は、全先行作業の EF の最大値で定義される。その作業が、最初の作業の場合、ES は0となる。EF は ES に、 その作業の見積もり時間を足した値となる。予期しないイベントがない限り、このプロジェクトは19.51実動日で完了すると期待できる。次に LS と LF を決定する。これによって各作業にスラックがあるかどうかを示すことになる。LF は全後続作業の LS の最小値と定義される。最後の作業の場合、LF と EF は等しい。 LS は LF からそのタスクの見積もり時間を引いた値になる。続いて、クリティカルパスを決定し、もしあれば、スラックのある作業を特定する。クリティカルパスは完了までの最長の経路である。このため、全員経路について、タスクの見積もり時間の累計を計算する。スラックのある作業は、プロジェクト全体には影響を与えずに遅延させることができる。 スラックの計算方法は2種類あり、LFEF、または LSES で求められる。クリティカルパス上の作業のスラックは常に例である。以上から、クリティカルパスは ACEG であり、クリティカル時間は19.51実動日となる。もっと複雑なプロジェクトでは、複数のクリティカルパスのある場合も考えられるし、クリティカルパスが変化することもある。例えば、 D と F が、期待時間ではなく、悲観的見積もり時間だけかかるとする。すると、クリティカルパスは、ADF になり、クリティカル時間は22実動日となる。一方、C を1実動日に短縮できた場合、ACEG は15.34実動日に短縮され、新たに BEG が、クリティカルパスになる。以上のような変動はないものとすれば、 スラックは次のように決定される。したがって、作業 B は約4実動日だけ遅延してもプロジェクト全体には影響しない。同様に作業 D または F も全体への影響なしに4.68実動日だけ遅延可能である。マイクロソフトビジオを使って描いたネットワーク図。クリティカルパスは赤で示している。ありがとうございます。